こんにちは。ユアンネメシスです。共鳴ネメシスかもしれません。エリカと同じでこのカードも気になってしょうがありませんでした。ランクまでほぼ見かけないのでデッキパワーについては察しますけど、それはあくまで一般ユーザーのお話なので私には関係ありません。これだけ OTK コンボがシンプルで簡単で古参に嬉しいイニシエカード。使わざるを得なりと昔こすっていたワードすら出てきてしまいます。懐かしいね。とにかくネタデッキの部類でありつつも難易度が非常に簡単である。直近のゼラエル地獄で何連敗もした私からしたら、もはや手合値レベルのデッキに思えています。だってリアンを5枚集めればいいだけですからね。集める間に共鳴カウントを5回達成しておけばいいはずですし、そんなのドローしていれば基本的には達成しています。そもそもアンタニタで複製するのにデッキの共鳴調整が可能なので、達成できないなんてことはまずありません。要するに問題なのは自分の体力が守りきれるかどうか。それだけです。一応引けないという怖さがありますけど、監視とオーディンと比べたら安いものです。そんな感じでとにかく盤面は処理、体力は回復。もうほんとそれくらいしかやることがありません。一応小ネタというかなんというか、2コストフォロワーを2種類に絞って、モノリスホールからアンタニタを場に出す。そんなコンボもあったりしますが、できて2面処理だと色々と苦しい状況もありますし、今回は採用を見送りました。それよりもデスティニーチェーンとイオで AP を温存しつつ手札を整える。そっちの方がよっぽど安定するかな？そんな風に思いました。安定とは何なんだろうか。それについてはわかりませんけど、デスティニーチェーンとイオ過激派です。あとは一応ターミナルガールズも入っています。できれば主役にしたかったんですけど、サポートなので一緒に採用しています。相性も良いですしね。とにかく耐久面の底上げ。全コストならデスティニーチェーンとイオで破壊できるカード。手札入れ替えによる共鳴調整。いろいろとシナジーのあるカードです。まあゼラエルがユアンになっただけ。そういう認識でやればめちゃくちゃ最強デッキになります。即時リーサルデッキですからね。1ターンドキドキしてデバフで萎えることもありません。容赦なしです。ただ真面目に考えた場合、ちょっと気になる部分はあって、ユアン3枚で運用を考えた場合、地味にリーサルプランが足りないんですよね。なのでユアンもドキのカオスオーラを採用していて、うまいこといけばいいなって思ってます。そのあたりはどう考えて運営は調整したんでしょうね。多分ユアンが1コストになったのはそれでリーサルを狙えってことだと思うので、他にプランはない気がしていますけど、何か別のプランがあるなら気になります。ああ、エデンがあれば問題ないのかな？今カードプールを見ていて目が合いました。エデンと蒼天の運調で8点なので、ユアン3枚でもこと足りますね。もしかして最終パックでネメシス最強カードはエデンでファイナルアンサーになるんですか？そうなってもおかしくないくらい優秀ですよね。そんなこんなで対戦も終盤戦です。手札も共鳴回数もすべて整っています。あとは負けないことでリーサルが確定ですね。そして何よりも一番重要なことはリタイアをされないことです。高速でプレイをかまして相手の通信にラグをかけつつ、リタイアを押されても勝利画面まで持っていく。それが重要になってきます。私が唯一重視しているプレイングがそこだけですね。リーサルターン、とにかく高速でプレイ。そこに命をかけています。だからリーサルミスとか過剰とか起きやすいんですよね。余談です。希望に満ちた、明日のために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 。容赦はしない。容赦はしない。容赦はしない。最強カード。ということで共鳴ネメシスでした。とにかく耐久しつつユアンを揃える。それ以外にやることはありません。あとはエデンとカオスオーラを交換かな。そんな風に言語化していて思いました。あのカードも最強ですからね。
そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。